視覚情報で相手の認識が変わる系のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。先日 NHK の BS 放送だったと思いますが、ある科学番組をやっていました。その中でですね、面白い特集をやっていたんですよ。プロテイス効果というね、ものだったんですね。これたまたま見た番組だったんですが、思わず最後まで見入ってしまいました。そこで今日はプロテイス効果についてわかりやすく解説します。プロテイス効果とは2007年にスタンフォード大学のジュレミー・ベイルソン教授というね、まあ、この教授のグループが提案した話なんです。オンラインなどの仮想空間上のアバターとはもうお分かりですよね。自分の分身となるキャラクターです。このアバターの見た目がユーザーの行動に大きく影響を与えているという理論です。つまり、アバターの見た目が変わると実際の行動や心の動きが別人のように変わってしまうという摩訶不思議な話なんです。参考までにプロテウスはギリシャ神話に出てくる海の神で、変幻自在に姿を変えられる力と予言力を持っているとされています。なんか羨ましいですね。さて、私が NHK で見たのは、被験者が VR、バーチャルリアリティですね、のこのゴーグルありますよね。ゴーグルを着用しています。テーブルの上にはうどんが置いてあったわけです。まず被験者はこのうどんを食べます。もちろんね、うどんですからうどんの味がしているわけです。ところが、この VR のゴーグルにですね、うどんではなくて焼きそばが映し出されました。そして、この目の前にあるうどんを食べると、なんと焼きそばの味がするっていうんです。つまり、見た目が変わると私たちの感覚が変化するという本当に不思議な現象が起こるわけです。これほどまでに見た目が与える影響っていうのは大きいということです。半信半疑でしたが、この他にもいくつかの実験をそのテレビ番組では行っていました。日本では東京大学の鳴海拓司准教授ですかね。この方が研究を進めています。例えば VR 空間の中で筋肉もりもりのマッチョのアバターを使ったユーザーは物の重さを実際より軽く感じてしまうそうです。つまりアバターが変身することにより振る舞いとか心に変化が生まれることに加えて知覚時にも影響するという研究を発表されています。また人のアバターだけではなく、ドラゴンアバターを使うと、高所への恐怖、要は高いところの恐怖、そして落下に対する不安などが抑制されるっていうことも報告されているそうです。その他にも少し笑顔にしたり、声を高くすると、ブレスト時のアイデアがなんと 1.5 倍出しやすくなったりすると。不思議ですね。そしてオンライン会議でも相手の顔とか声によって会議の雰囲気は変わるし、相手に伝えようとするための身振り、手振り、リアクションがいつもよりも大げさになってしまうこともあるそうです。この効果は相手に対してだけでなく、自分に対しても有効だということです。昔から笑っているから楽しくなる、泣いているから悲しくなると言われますが、表情を少し変えることで自分の感情も変えられるということなんです。自分の表情をコントロールすることによって仕事のモチベーションや気持ちの切り替えが容易にできる時代になりそうな予感が私はしています。さらにね、こんなことも言っていました。アインシュタインのアバターを使うことで認知課題の解決能力が上がったとか、褐色肌のカジュアルなアバターを使った時はサラリーマン風のアバターを使う時に比べて打楽器をより リズミカルに叩けるようになったっていうね。さらにね、背の高いアバターを使うことで交流においては強気になると、まあ、こんなね、不思議なことが様々な論文などで報告されているわけです。さらに白人が黒人のアバターを使うと、その後黒人差別の意識が弱まったとされる論文まであります。つまりアバターを通じて相手側の視点を経験することで、これまで抱いてきた価値観から解放されて、相手への理解を深めることができるということです。その他、医療への応用もこれできそうな気がしますよね。とにかく、このプロテウス効果というのに注目してほしいですし、できることだったら自分自身に対してこのプロテウス効果使う。
ていうね、それもできるわけですよね。先ほども言ったように表情を変える、つまり目の前に鏡を置いておいて笑顔になるとかね、ガッツポーズをしてみるとか、まあ、それでいいと思うんですけども、そういうことをやっただけで自分の気分がたとえ 5% 10% 改善でいいじゃないです か、 だからそういうことが可能だってことなんです。つまり我々は環境にすごく、ね、影響を受けてますし、そして視覚ですよ、目。この視覚情報っていうのも非常に大きなウエイトを私たち人間が持っているってことがわかるかと思います。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の説明欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の登録のご案内をさせていただきました。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私、長谷川が様々な角度から経営に必要な情報を週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会にご登録よろしくお願いいたします。